そう、それじゃあ、はい。ダメよ、塩試合とか言っちゃ。僕じゃないですね、北川さんですね。俺だ。させん。先週のチャンピオンズリーグのミラノデルビーのプレビュー、思いっきり0-0だと予想していた私は、はい、塩試合と申し、させん。まあでも、番組でもフォローしましたけど、塩っていう意味はそんなにこう浅い塩試合という意味じゃなくて、つまらない試合みたいな意味じゃなくて、いろいろなものはかかってるって、ね、そう、あのこう非常にこういい緊張感のある試合という意味で言えば、まあ、間違ってはいなかったかなとは思いますけど。させん。まあ、あの21時過ぎぐらいにはダゾーンのこのフットボールフリークス、特にセリアフリークス担当のチームはね、頑張ってくださいまして、この賞味期限っていうのもほんの少し伸びました。そうですね、だから本当に僕もなんだろう、結構一生懸命プレビューを話したつもりだったんで、まあ21時ぐらいにアップされ、まあ、ずっと僕もだからずっと更新ボタンを押してましたよ、早くアップされろ早くアップされろって。でそれを待ってこう僕も SNS でね、きっちり PR するあの役割を担っているんで、そういう意味ではあのその辺がこうみんなの連携がうまくいった珍しい例だったんじゃないかなと思います。でてっきり私はのまだあるかと思ったら映像版最後でした。お別れのご挨拶もなく、いやいやいや、あんまりその辺を感じさせない、まだシーズンがね、何しろまだ佳境っていうか、こっから先もまだまだあるんで、まあ終わりな感じは全然ないですけど。で今収録が火曜日です。でこれ配信が木曜日、はい、で今日です、うん、この後です。ラファエレアはどうやらスタメンから出てくるようです。出るでしょうね、そりゃ。果たしてどうなってるでしょうか。本当に一戦目はインテルの完勝だった、まあね、今これも配信されてる時点で勝負を消してるんで何とも言えないですけど、一戦目はインテルの完勝だったし、ミランがちょっと小手先の戦術に、自分たちで自分たちを振り回した感じだったんで、とにかく自分たちの強みに、まあ、もうレオンと隣をきっちり相手にぶつけていくようなサッカーをやってくれれば、まだまだ可能性はあるなと信じてますけど、どうなってるでしょうかね。カンピョーナートもね、スペッツェね、いつもね、うん、厳しいゲームをされるんですけど、よくなかったねですね。あんだけ急にね、あのラツィオ戦含めていいサッカーして流れが来た中でまたドンと手放したんで、それを、うん、ちょっと心配では心配ですけど、まあ、チャンピオンズリーグだけじゃなくリーグ戦もすごく大事なゲーム続くんで、ここから先ミラン勝負ですね。まあね、スペツィア戦の後クルバのサポーターと選手ピオーリ監督まで行きましたからね。あれ実はね、うん、イタリアでやっちゃダメなの。そうなんだ、うん、あれをやると日本ではよくあるでしょ、あれやっちゃダメなの。なぜかというとトトが絡んでて脅迫とかいわゆる談合がなされる可能性みたいなのがあるでしょ。あれね、調査対象なの一応、あれやっちゃダメなの。なるほど、だからないのか。クルバまで行ってこう拍手とかはいいんだけど、ああやって面と向かって話すダメなの、はい、コミュニケーション取っちゃいけないってことなんですね。そうそう、直接、まあ、何もないけれど結局ねないとは思うんだけど、うん、あれをやると、うん、脅されたんじゃないかとか、はい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 、サポーターからね、それによってほらゲームを左右されるなんていうことがあったら、うん、疑われるでしょ、うん、だからあれやっちゃダメなの。なるほど、そうかそうか、それはちょっと知らなかったですね。だから俺あまずいなと思ったんだよね。ああそうなんだ。でももちろんイタリアではそれをみんな理解してるだろうから、それでもこう選手たちがああいうふうに歩み寄っていってピオリさんまで一緒に行ったってことは、やっぱり今のミランがそういう状態にあるっていうことは間違いない、ね、そうそうそう、何かしらこう考えなきゃいけないな。そうだからやっぱりサポーターの力が必要だっていうのはね、あそこからも感じというか、何があったわけじゃないんだけど、だから今まであんまり見たことないでしょ、うん、ない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 です。でしょ、なんであれ J リーグだけあるんだろうなと思ってたんですよ、むしろ。ああそうね、J リーグはなんでなのか僕には分かんないんだけど、うん、イタリアは絶対あれやっちゃダメなんだよね。一、うん、人二人が行ってこうちょっと離れたところで拍手とかね、はいはい、あとユニオム投げたりはいいんだけど、はいはいはい、基本的にあれやっちゃダメなんだよ。そうか、あんまり、うん、もちろん多少の会話なんかはね、そうですね、そう対象になっちゃうってことですもんね。そうそうそう、へえ、そうだ。まあね、配信の後にはもう決勝進出チームは決まってるでしょうから。まあ、インテル4月リーグ戦も好調だったからね。そうですね、いや今ここに来て急に強いんで、まあまあ、 あの状況を考えてもインテルの方が圧倒的有利でしょうけど、まあまあこればっかりは分かんないんでね、なんと、まあ、どちらにしても我々の楽しみは決勝まで続きますんで、うん、いいですね。その先に
カルチョイタリアーノの復権が待ってますんで、ぜひ両チームに記憶に残る熱いセカンドレグを見せてもらいたいなと思っております。はい、さてこの番組はダゾンオリジナルコンテンツ、もうおなじみです、週末のセリアの振り返りと、まあ、気になるトピックを中心にイタリアサッカーの魅力を皆様にお届けしたいというふうに思ってます。それでは細井ちゃん、よろしくお願いします。はい、いつものちょっと違った声で。はい、それではセリアボー、間違えちゃった大丈夫だよ細井ちゃん、素で間違えた、セリアボイスになってるよ、うん、セリアボイスになっちゃった、間違えちゃった。セリアフリークスボーイス、さてもうすでにナポリがスクデット優勝を決めたセリアですが、引き続き4位以内のチャンピオンズリーグ出場権、この戦いが熾烈を極めています。で35節をちょっと皆さんと共に、まあ、どのサイトでも結構なんでご覧いただきながら振り返っていきたいと思います。試合前までは2位ユベントスから7位ローマまで勝ち点差8で、試合後になってちょっと開いてしまいました。勝ち点差11で、結果をちょっとおさらいしておきたいと思います。ラツィオ対レッチェはラツィオよく追いつきました。2対2ドローで、サレルニターナアタランタは細じゃすごかったね。はい、これどっちもね、ラツィオレッチェもサレルニターナアタランタもね、めちゃくちゃいいゲームでしたね。レッチェも見事な崩しで点取ったしね、うん、カンドレーバすげえっすよ。あー、ほんとカンドレーバすごい、ほんとすごい、うん、お見事、うん、なんか買い取りを行使するんじゃないかって言われてますけど、うん、でスペツィア対ミランは 2-0 スペツィアが勝利しました。ミランはちょっと心配です。でインテルは絶好調、さっそうに追い上げられました。4対2インテル勝利、バースデーゴールをルカクが決めました。そうですね、もう本当に本物のルカクやっと戻ってきたって感じしますけど、このタイミングで戻ってきたのがいいのか悪いのかは別として、ただやっぱりフルで発揮した時のルカクはちょっとその簡単には止められない、1対1では止められないほどの破壊力はやっと見せ始めましたね。インテルのユニフォームを着て最高のゴールだったと、まあね、バースデーもあったから本人の、うん、だからそういう意味もあったんでしょうけど、うん、あまりにも興奮してて、その後彼、FIFA のサッカー好きなんだよね、あのゲームの。はい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 、うん、それで夜中の4時までみんなやろうぜって言って呼びかけたらしいよ、チームメイトになるほど、盛り上がっちゃってます、ね、だからチームがあるらしいのよ、あ FBI ミラノっていう。へえ、そうなんだ。そう、呼びかけたらしい実現したのかなそれルカク、あれですよね、痩せましたよね、またそうね、ちょっとね、うん、やっと、ね、やっぱね、だいぶやっぱね、この人ね、体重のコントロールが下手ですね、本当に。そう、正直僕が見てて思うのは、見た目的にすぐ分かる、こう体が絞れてる時はめちゃくちゃキレキレですよ。だけどなんかボワッとして、こうなんか必要以上に膨らんでんなって時は全然動き悪いんで、うん、コンディション調整がもうちょっと上手くなってほしいなって気がしますけどね。まあイタリアはね、料理美味しいから、うんうん、俺なんてだってイタリアに行く頃、はい、体重50キロ55キロだったんだから、それがいきなりもう15キロが増えたからね20代の北澤さんは55キロそんな軽かったんですか。俺だって文化放送入って激務の頃、体重49キロぐらいになったことあったからね。やば、ガリガリガリクソンだったよ。そうなんですか、ガリクソン知らないか、知らないの、はい、知らないの、ガリクソン知ってますよ、ガリクソン、ジャイアンツでしょ、ジャイアンツ、ガリクソンでピッチャーがいたのよ、そう、うん、ピッチャーがいたんですよ、若い方知らないと思うけど、うん、ガリガリガリクソンだったよ。僕が小学生の時ね、ガリクソンの真似、投げ方の真似するの流行りましたよ、独特のね。そう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 、桑田真澄さんと仲良かったのよ、ガリガリガリクソン。そうなんだ。そうそうそう、共にトミー・ジョン手術をしてるから。はいはいはい、なるほどなるほど。ちょっと話が脱線しました、すいません。はい、ちょっと体重コントロールは大事だとね。大事。うん、さあ、それがベローナ・トリノ0-1トリノです。で、モンツァ・ナポリ、モンツァ勝ちました。もうナポリはもうね、やる気ございません。うん、ゼロです、ね。ビクトル・オシメンの、得点王以外は。はい。これダゾーンの多分中継を見てると分かんないと思うんですけど、
試合前にあのスタジアムにナポリの選手がこう入っていくじゃないですか。でスパレッティ監督にちっちゃいお子ちゃんが監督私をロッカーに連れてってって言って俺をロッカーに連れてってくれって言ったらもうご機嫌のスパレッティ監督が抱き上げてでそのまんま中に強制連行みたいな形で連れてってそれでロッカールームで連れてったり最後ピッチの方まで入れて試合前ねそれでベンチに座らせて上機嫌でした。そんなことしちゃダメですねそんなことしちゃ試合前にそんな余裕だからもう喜んじゃって、はい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 、それっていうか緩み切っちゃってる。うん、あの試合前のロッカールームはやっぱサッカー選手にとってのもうサンクチュアリなんで、そんなとこに子供のとはいえ入れちゃいけないんですけど、まあまあもう優勝決まったからしょうがないかっていう意見と、そこまでやりすぎじゃねえのっていう気がしますけどね、僕は。ここはやっぱりイタリア人ね。まあね、そうですね。もう戦いがほぼ終わってしまったって。はいはい、そうですね。だってもうご機嫌で、先週の、うん。あの練習場にビクトル・オシメン の, あのマスクじゃないんだけど解決ゾロみたいな、はいはい、上までついてるやつをかぶって車に乗ってきたからね。やば祭りよ痴漢しちゃってる、うん、しょうがないしょうがない。全部ダダ漏れですね。ダダ漏れダダ漏れ漏れちゃってる漏れちゃってる。なんでその汚い方に行くかなそのまあまあ本当に状態のいいモンザーに勝てないですねそれじゃね。うん勝てませんね、うん、無理ですね、うん、まああとは鎌田君をね、うん、デイラウレンですかじゃあ狙ってるらしいです ねだいぶ話題になってますからね。私どうなのかミランかナポリか、うん、情報によるとね私の知り合いが、ね、昨日月曜日、はい、ミランがなんか内々で決まったぞみたいなことをポロッとね言ってきたの。その一人だけね。じゃあどうなるか、まあね、そのなんか基本合意みたいな、こうニュースは出てますけど、それを裏付けるような証言とかそういうことを言う人も現地で出てきてるってことなんですね。そうなんとなくね。ただ俺ねチャンピオンズリーグ決まんないとね定かじゃないんじゃないかと思ってた、ね。まあ、僕も鎌田選手のステップ、まあ、次はもう間違いなくステップアップの勝負の移籍になると思うんで、そう考えると絶対的にチャンピオンズリーグの出場権は欲しいと思うんですよね。だからミラン、そう考えたらナポリの方がいいよね。そうそうそう、ミランが云々っていうよりは鎌田選手自身がそっちを考えてる気がするんで、まだ完全には決まってないんじゃないかなと思いますけどね。そう、はい、ねえ、うん、まあ、ちょっと事態は見守りたいと思います、うんうん。でボローニャ対ローマ、勝たなきゃいけなかったローマ、うん、若手を起用してもう主力はちょっと半ばお休み状態でレバークーゼン戦に控えるということでスコアレスドロー、うん、勝たなきゃいけなかったです。そうですね、このゲームはね本当にどんだけ主力温存して若手使おうがなんだろうが、まあ、他のね今節の他のチームの結果を見てもなんとしても勝たなきゃいけなかったんで、ちょっとローマとしては手痛いドローになっちゃいましたね。後ほどたっぷりジョゼ・モウリーニョ監督を語りたいと思います、はい。で暫定2位のユベントス、クレモネーゼに2対0で勝利しました。ユベントスタイガース、阪神ユベントスお披露目ね、ついに新ユニフォーム。再三私ダゾーン の, あの中継でも私以前言ったんです、はい、荒波翔さんを前に、はい、ユベントスってチーム知ってますかって、知ってます、来シーズンのユニフォームこれっぽいんですって見せたらこれ間違いなく阪神ですねって言われた。いやこれね、実際そのまあユニフォームのデザインがリークされた時からそのまあみんなこう阪神じゃんってざわついてたじゃないですか、うん、実際その選手が来てピッチに立ってプレーしてるのを見て想像以上に阪神タイガースですね、あれ本当に。だよね、うん、ちょっとね、うん、なんかね威厳がないない、そう俺もそれはすげえ思うんだよな。タイガースが威厳がないんじゃなくて、はい、あの黄色は、うん、ユベントスにおいてちょっと邪魔、うん、邪魔ですね。なんで白黒だけにしないの。なんでああなっちゃうんだろう本当。だってもともとはピンクなんだから。そうですね、歴史で黄色も確かにあったけど、うん、やっぱピンクなんだから最初そうです ね, ね、どうしてそこに黄色が入るかなって、だから私ね提案したい、これ阪神タイガース球団に、はい、もうね、コラボした方がいい、ユベントスとこうなったらね、うん、夏にユベントスの選手が誰かを連れてきて始球式をさせる、はい、おお面白い。ラビオは日本にバカンス来たいって言ってるぐらいだから、はい、ラビオに投げさせると。ラビオの始球式盛り上がんのかなそれ。あるいはアレグリ監督連れてくるとか。アレグリ監督、ああなるほどね、始球式か。この満員の阪神甲子園球場。いやいや阪神ファンはみんな知らねえだろうな。
誰だこのハゲてるおっさんって言われるそうですねそうですねいやだから盛り上げるためにはそのアッレグリさんがベンチから社交ダンスみたいなのダンスをこうくるくる回りながらマウンドに行ってそれで投げるぐらいやんない誰が来るのがいいかな。だから本当に冗談抜きで、うん、これタイガース球団、うん、ね、うちのユニフォームそっくりだって言って、はい、なんかこううまくつなげたらいいよね。だからほら多分 SNS でデルピエロが着てるシャツが拡散してたれてたじゃないですか。あ、見た見た、あ、見ましたけど、だからね、えらい似合ってないね、うん、でしょ。だけど阪神、今の阪神タイガースファンにちょっとでもかすろうとしたらデルピエロですよ。だから使うとしたら、あ、そうね、うん、そうね、そうだね、デルピエロいいね、呼びやすいじゃないですか、選手よりも。多分ユベントスのあのユニフォームは似合わないけど、タイガースのユニフォームは似合うと思う、うん、なるほどなるほど。じゃあタイガースのユニフォーム始球式やるんですか。だ、タイガースのユニフォーム、そうなんだ、意味なくないですか。そうそれ、ユベントスのこ似てるからユベントスのユニフォーム着てやるから意味があるんじゃないですか。あ、そうかそうか。じゃあもしくはユベントスのあそこに、うん、ユベントスのユニフォームのあそこにタイガースって入れる。おお、なるほどなるほど、だいぶがっつりコラボだなそれいいじゃんいいじゃん。まあそうですね、いやいい、いいと、いいと、ユベントスタイガース、エルペロが OK 出してくれるならねだいぶ勝手にそのねコラボの話を広げてますけど、誰にも届いていや、ちょっとこれタイガースとイタリアサッカーお好きな方はなんかこういるかもしれない、球団にこう、うん、阪神タイガース球団にこう、うん、言っていただければ、うん、つながるかもしれない、はいはい、伝統の一戦とかでこう、確かに確かに、デルピエロが投げたらすごいじゃない、うん、阪神甲子園球場はい、いいんじゃない。ちょっとまた、うん、話が脱線しました。そのユベントス2対0勝ちました、うん、ただポグバまたやっちゃいました。もうシーズン終了、うん、またね、うん、もうこれいってないよな、ポグバにとってはかなり悲惨な1年でしたね。悲惨どこじゃないでしょ。だってさ、出た本当です、ね、分数で俺見たんだけど、今シーズントータルよ、うん、全部のコンペティション161分、うん、いやーちょっとそれはひどいですね。2試合行ってないのよ。コッパイタリア11分、ヨーロッパリーグ42分、リーグ戦108分、うん、ジョヤの金よ、本当ですね、108、うん、本当ですね。まずいよね、年俸に換算したら、うん、分計算あんたいくらよって。そうですね、で正直あのユベントス そのチーム状態にも完全に響いてますからね、プランとして。そのポグバを1年間使えなかったことが、そうね、出りゃさおって思わせんだけどさ、そうそうそう、でも本当に本人もさすがにもう顔を追ってたね、うん、かわいそうだったちょっと、うん、そうですね、ただセビージャ戦が残ってます。はい、まあ本当にユベントスは多分その勝ち点の計算もうまくできない状態である、まあ、これ北川さんとも前話しましたけど、勝ち点の計算がうまくできない状態だからこそ、チームが一致団結してもうとりあえず勝っとくしかないんだからっていうような気持ちはすごく感じるし、うん、そこが、うん、まあ、他のチームと比べてよりこうメンタル的に開き直れてる部分はあって、それが実際こう、うん、なんて言うんだろう、はっきり言って試合は相変わらず全然面白くないんですけど、この試合みたいにファジョーリがああいうとこでいい仕事したりとか、なんか気合を感じるんで、やっぱ選手たちから。そこはうん、まあメンタル的にこう一つの方向をちゃんと向けてることは間違いない気がしますよね。まあ、残りカンピオナートエンポリ、ミラン、ウディネーザと、うん、まあ、残してるっていうことで、まあ、とにかくあのね、勝ち点が多分また多少引かれる可能性はあるんで、もう勝たないとダメね、うん、ちなみに5月の22日に一度裁定が出ます、はい、なのでちょっとユベントスファンの方は注視してほしいなというふうに思います、はい、で最後、今日今火曜日なんですけど、早朝に行われたサンプドリアエンポリ、先制したんですがエンポリに追いつかれ1対1のドローというサンプドリア、もう早々にね交換が決まってしまったんですけど残念です、うん、これは本当に今レッチェ、スペーツやベローナ、まあ、クレモネーズは厳しいけど、この残留争いは一層激しくなってきましたね、今節を経て。そうなんですよ、細江ちゃん言う通りで、ちょっとだから17位のスペーツや18位ベローナ勝ち点30で並んで、でその上のレッチェが勝ち点2差、うん、もうサレルニターナはほぼ間違いなく残留なんで、そうですね、細江ちゃん言う通りだから、レッチェ、スペーツや、ベローナ、もうクレモネーズはちょっと厳しいと思うんで、うん、はい、残り試合からも考えても、はい、この3チームのどこが負けるか、うん、これね
スペーツィアだからこの試合でね、まあ本当魂でミランに勝ったのがめちゃくちゃでかいし、レッチェも本当にそのラツィオ相手にすごくいいゲームをやって、まあ、僕レッチェの試合今シーズンどの試合見てもすごく充実してて面白いんですけど、このラツィオ戦は非常に面白かったし気合が入ってたし、なんかそのヒュルマンドというね絶対的な柱がいて、そっからこう、自分たちのサッカーをやろうとする、まあ要所要所にいい選手めちゃくちゃいるんで、こっから先の粘りっていうのはどうなっていくのかすごく楽しみですけどね、このチームで。まあ、セリアフリークス的にですね、これリスナーが見てほしいのは、はい、次節レッチェホームの17代スペツィア戦です。楽しみですね、これ楽しみよ、これは楽しみ、これはいかにもセリエ A な試合になると思うんで、そうこれ見た方がいい、はい、絶対です。これ英語配信になるかもしれませんが見た方がいい、うん、絶対見た、うん、レッチェスペツィア、うん、これ絶対注目、うん、激しいよ。しかも日本時間のほら早い時間のやつだからめちゃくちゃ見やすいと思うんで、そうなの、うん、これはぜひねたまらんですね、日曜日夜7時半から解説してこういう試合こそね、うん、ですから、まあ、ビッグクラブのみならずリスナーの方はセリアお好きだったらぜひご飯食べながらでも、うん、あるいは電車乗りながらでも、デートの途中ね、彼女にちょっとごめんこのゲームだけは見たいんだって言いながら携帯で見ていただきたいできますかねそれね、できんじゃないのそうですね、まあそれで大体ほらその質問が受けられるかどうかでその彼女のなんか器というかその辺が問える気がするんですごいね、私はそんなことは言いませんよ別に見逃し配信で見ることはできるから私はいいよいや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 、ダゾーンの魅力はそこだから、まあね、まあなんか急にそんななんか私はほら手のひら会社からとにかくちょっと見てください、ランチタイムキックオフですレッチェスペッツ、はい、16位17位勝ち点2差で迎えます、こちらも注目です。で改めて順位表を振り返っていきたいと思います、まあ、ナポリ優勝して、で69ユベントス、66インテルで、ラツィオ65、ちょっと間開いて4差でミラン、でその後2差でローマ、1差でアタランと、分かんないねまだね。まあミランはだから先ほど北川さん話し合った通り、そのゴール裏でのサポーターとの、まあイタリアでは基本的には考えられないコミュニケーションがチャンピオンズリーグ、リーグ戦とこの後何試合かにどうつながっていくかで、まあ今4位のラツィオとは4ポイント差なんで、まあそれも含めてすごく楽しみだし、ローマはちょっとね今回の負けは痛いんですけど、まあまだまだギリギリ踏みとどまれているところにいるんで、チャンピオンズリーグ争いは、まあ、まだまだ分かんないですね、うん、さて続いては今週の特集コーナーです、はい、今回は左遷北川が最も惚れ込む男です、スペシャル版ジョゼモーリーノ監督を熱く語り尽くしたいと思います。モーリーノ監督それ以上に緊張したスペシャル版だけど、うん、いい人ね、好きになったね、はい、傘をプレゼントしたらひょっとしたら乗るんじゃねえかいやらしいぜって思ったらインスタグラムのストーリーに載ったんですよ、世界デビューですよ、世界デビュー決まったぜ。今日はもう私のためにある音声版です、はい、間違いありません、ジョゼ・モウリーニョ監督を熱く語りたいと思います。はい、先週のあの映像版でね、細井ちゃんにもやめんじゃねえかなとかっていう、はい、僕はポロッと言って、うん、まあ、表情とかあのインテル戦敗れた後でなんか若手を軽くこう抱くようなね感じで、なんかこう一瞬だけど戦う顔じゃない、なんかこう寂しさみたいなものを感じて、うん、で思わず私はティアゴ・ピントにローマジャパンさんで名刺もらったんでね、ちょっとやめさせないでくれよとメール送ったんですよ。リアクション来ました？ないんです。ないんか、まあないでしょう、でもそれはもしかしたら迷惑メールに入ってるかもこれホットメールだからあ、そっかそっかそっか、いやいや、でもいや、チアゴピントは今忙しいんじゃないですか、だってね、もうね聞きたくないんだよね、だからもう2回目送ろうと思ったんだけど、なんかちょっと寂しくなるからやめようと思った。はいはいはいなんとなく、うんうん、ということで今回私にとってのもう理想の監督、はい、もう私が13万円の和傘を差し上げた。高い。そうだ、俺細井ちゃんにまだお金もらってないわ。請求書来てないですねジョゼ・モウリーノ監督の
インスタグラムに登場する私、はい、ストーリーにね、嬉しかったんだろうな、やっぱ、いや嬉しかったな本当に、はい、なぜスペシャルワンと呼ばれるのか、なんでローマでこれほど愛されるのか、細井ちゃんとともにちょっと熱く語っていきたいというふうに思います。はい、どうですか細井ちゃん的に、今までこう見てきた中で、はい、インテルでもやりました、はい、ローマでのモーリーニョかとかどうですか。ローマでのモーリーニョは印象やっぱ変わりました。僕は実際に、まあインテル時代のっていうともう10年以上前だであることを考えると、その間その、まあ、モーリーニョという監督をこう肌で感じる期間は10年ぐらい遠ざかっていて、で当然ね、今のサッカー界で言ったらプレミアリーグが、まあ、世界の中心なわけで、そこに行ってしまった人みたいな感じちょっと遠目に見てましたけど、その世界のサッカー自体がどんどん変わっていく中で、単純にその戦術的な思考とかポゼッションの思考、まあ、バルセロナに始まったそのポゼッションの思考からちょっとこの10年かけて、まあ、サッカーの流行から取り残されてしまっていってる監督なのかな、もう古いのかなっていう感じが、まあ、結果からもやってるサッカーからも感じられたし、それはそうか、まあ、もうローマが呼ぶっていうのは別に悪くないと思うけど、どういうサッカーやるのかなっていうとこから始まって、基本的にはその以前と同じ10年前と同じモーリーニョのスタイルでやってるんだけど、でも今の時代だからこそそのサッカーが決してその時代遅れとかそういうこうなんかそういう価値観で捉える必要がないっていうことを、まあ今ローマが出してる結果とかローマの街の雰囲気スタジアムの雰囲気を見て改めて強く感じるんで、あ、サッカーの本質みたいなところをモーリーニョはやっぱよく分かっていて、こう見せることと勝つことのバランスみたいなことは、まあ、彼なりの軸できっちりあって、だやっぱりすごい監督だなっていうのがこの2年間見て思ったことですかね。細井ちゃん今度ご飯ご馳走するわいやこれ結構ね、本当そうなのよ、もう30年以上見てる私からしてもね、はい、この人以上の監督はいないね、うん、ローマのクラブ史上よ、お客を呼べてなおかつ選手も呼べる、うん、でやっぱこう選手の金銭に触れるとかサポーターのこう金銭をくすぐる、やっぱエンターテイメントだからさ、うん、そうですね、そうやっぱこれだけいろんなさサッカーがやっぱりこう見る人が少なくなってきてる中でさ、これ世界的に、うん、はい、そういう中でさ、やっぱ客を呼べる監督って、まあ、そんないないよ、うん、そうですね、他の監督に比べたらモーリーニョ監督を見に行こうっていう人は、ね、多分ね多少多いと思うんだよね。いやそれは間違いないんじゃないですか。だって本当20年前にポルトがそのチャンピオンズリーグで優勝した年にモーリーニョ、まあ、あれによって出てきたわけですけど、そのそこからこうポルトをヨーロッパチャンピオンにしてチェルシーに引き抜かれるときに自分はスペシャルワンだっていうことを言って、そのスペシャルワンっていう言葉が、あ、まあ、その当時のサッカー界においては監督が自分のことをスペシャルであるっていう、ことなんてまずありえなかったんで、それこそ時代はレアルマドリードが銀河系軍団を作ろうとした時で、選手がいかにとんでもないやつをかき集めてどうのこうのみたいな、時代だったんですよね。時代背景、監督の力によって、戦力が大したことなくてもチャンピオンズリーグで優勝できるんだっていうのはあまりにも衝撃的だったし、その結果をもって自分がスペシャルワンであるっていうことは、まああまりにもなんていうんですかね、センセーショナルな登場の仕方をしたんで、まあ、革命を起こしましたねこの人、本当監督業界。やっぱね人生をねこう楽しんでらっしゃる感じがするのよね。尖っているところからちょっと角が取れて、うん、いいこう年の取り具合っていうのをされてる。で今やもうプリマベーラをよく足しげく見に行くっていうローマのね、うんうん、そういうところかを見るにつけ、なんかやっぱりこう、うん、男としてもこうなりたいよねって思わせる感じなんだよね。そうですね、だから多分その要素が伝わってくるから、その世界各国のビッグクラブがうちのチーム一度モーリーニョに引き入らせたらどうなる、どんな感じになるんだろうなって多分思うんですよ。でこの20年そのチェルシーでの成功をきっかけに、レアルマドリードでもマンチェスターユナイテッドでもそうやってこうビッグクラブばっかに
一度は行くみたいな、 それだけ その人物的な魅力がサッカーの内容を云々置いといて、この人にやらせたらどうなるんだろうなって思わせる力やっぱあるし、これ僕それこそ10年以上前に当時バルセロナで指導者をやっていた村松直人さんっていう日本人の指導者の方がいらっしゃって、今 FC 東京のアルベル監督の通訳をやってるんですね、うん、でその人がバルセロナ流のその指導法みたいなことで結構日本でも火がついてブログがすごく盛り上がったんですけど、その人の本を作ったんですよ僕、何度も何度も、うんうん、で、その人はそのスペイン流の、指導法っていうのが当時もう、ポルトガルのポルト大学で、ビトール・フラーデ教授が1980年代にもうすでに発表していた戦術的ピリオダイゼーション理論っていうのがあって、それはつまりサッカーはサッカーをやらなければうまくならないっていう、つまり切り取ったフィジカルトレーニングとかそういうのじゃなくて、ゲームモデル、プレーモデルっていうものに基づいて、サッカーをトレーニングすることでサッカーが強くなるみたいな発想なんですけど、その理論の一番の信奉者として出てきたのがモウリーニョなんですよね。でこれつまり1週間のサイクルをどうやって作っていくかって考え方の中で、自分たちのやりたいサッカー、理想とするサッカーはこうであるっていうゲームモデル、プレーモデルっていうのを きっちり打ち出して、それに基づいてどういう練習を組み立てていくかっていう考え方を、だからその指導者側からどうアプローチしていくことでチームがうまく形成されていくかっていうことの、まあ今ってもう世界中にこの理論は広がっていて、みんながほぼその頭はあるんですけど、それを一番最初に表現したのはモウリーニョなんですよ。それをこう世界中に広めたというか、価値あるものであると分からせたという意味でもモウリーニョのその革命の部分はめちゃくちゃ大きくて、指導者において、だからそういう意味でやってるサッカーは表面的に見ると守備的に見えるんだけど、それが勝利をするために、このチームが勝利をするためにどういうふうに逆算して、トレーニングを構築し選手たちにアプローチする してっていうのがかなりこう頭の中で計算されてできてるもんなんで、底抜きでは見ちゃいけないなっていうのがすごくこの人に対してはあるんですよね。まあ、正直ね、昨年のカンファレンスリーグ優勝なんて奇跡よ。以前にも私どっかで言ったことあるんだけど、もしねペップ・グアルディオラが率いていたとしたら、これ優勝してないと思う。そうですね、うん、でペップ・グアルディオラはおそらくミシュランで言えば三つ星なわけよ。食材が最高で、うん、側建物っていうかレストランの雰囲気も入ったらあら素敵みたいなところでやると確かにいいけれど、定食屋さんとかの食材では多分ね美味しいものは作れないんだと俺は思ってるの。だモウリーノ監督はそうじゃないっていう、うん、冷蔵庫開けた中で美味しい、ね、ものをこんなんでこんなできるの、うん、っていうのを作ってしまう。ただやり方は昔から変わらないっていう、うんうん、その違いがあると思う。だからやっぱね、あ俺すごいなと思ったんだよね。これね、だからサッカー、表現するサッカーとしては選手は我慢しなきゃいけないサッカーなんで、基本的にはそういう意味で今の時代の選手たちがそこに、いやこのサッカーつまんねんだけど、やっててつまんねんだけどっていうのは、うんうん、いう可能性は例えば20年前と比べたらはるかに高いんですよね。で今これ J リーグでさえそんなにいっぱい起こっていて、でじゃあどうやってそれをまとめて、このサッカーで勝てるってことを思わせてチームとしてまとめていくかっていうのは、言葉にしてしまったら人心掌握みたいなのがね、この人自身の魅力がないと、そうやってチームを束ねていって前に進めらんないんで、結果として昨シーズンそのカンファレンスリーグ取ったってことはやっぱそこが強烈に未だにすごいはずなんですよ。間違いない。サッカーの内容云々じゃなくて、うん、選手がもう本当にこの人についていきたいって思わせる人物的魅力、でここはね結局その選手と監督の関係性においては、それが理想なんで、やってるサッカーがどうであれその理想を実現してタイトルまで導いてるって意味では、この監督に対してこうネガティブな意見は向けられないですよね。あのサッカーで勝ってることの方がむしろすごいですよ。本当にすごい。だからジャパンツアーの時もポロッとね、あれ着いた翌日か朝8時半ぐらいに新国立競技場に一人ポツンとパイプ椅子座ってる時に10分ぐらいお話しさせていただいた時にも言ったけど、俺はこのやり方で勝ってきたんだっておっしゃったから、細ちゃん言うようにやっぱりこう選手が
こう思わずどんなことを教えてくれるんだろうとかこう思わず覗き込みたくなるような人物なんだろうなと思うんだよね。うん、うん、絶対そうです。俺すげえ緊張したからマジで。いやそれ伝わってきましたよ。僕も生であの時間間近に見て思ったけど、ものすごいピリピリとした雰囲気をもうさっきだったものをこっちに感じさせつつ、急にニコッとしたりするじゃないですか。なんかめちゃくちゃ 100% の笑顔を急に見せたりするじゃないですか。あれにやられちゃうんだね。やられますよね。あれ本当にやられると思う。やられちゃう。そうだ、そう、イチコロにされちゃうんだよ、ね、あれあれ。いや分かる分かる、本当そうなんです。本当みんな、うん、背骨抜かれちゃうの。そう言うなればね、うん、博多弁の女の子に会う感じ。 なんとかしとっととか全然分かんねえ、つるってあげんねとか。だから背骨抜かれちゃう感じ。いやいや分かります。あの笑顔にやられちゃうの。うん、いやめちゃくちゃ感じました。そこはね、本当にあ、この人やっぱちょっと、まあいい意味で人たらし、超人たらしなんだろうなってのはすげえわかるし、それにこう一度魅力を感じたらきっと離れない。だからまああんだけこう、なんていうんだろう、そういう選手がチーム内にいっぱい増えていった時の団結力が多分半端じゃないと思うんで、だから逆に当然リスクも大きいんですよ。それだけ絶対断固として譲らないスタイルがあるだろうし、そこにこう選手たちを自分の味方にできなかったら、例えばトッテナムで最後失敗したとか、まあ、ユナイテッドでも最後の終わり方はそういう感じだったんで、一気に敵が増えるみたいな瞬間は多分あるんですけど、でもそのリスクも自分は分かっていて賭けをやってるんで、あの人は多分そこがやっぱすごい魅力的ですね。俺だから思うの、肌感覚的にまあ、イタリアに合うっていうのもちょっと大きすぎる。やっぱね、ローマ人の気質に合うんだよね、あの監督は。俺就任した当時から言ってるけど、うん、むちゃうのよ。ニヒルな部分と熱い部分の両方を兼ね備えてるから。これ例えばそのサウジのねクラブ行こうが、うん、どうかの代表監督やろうが、多分ね、俺的にはご自身が感じる感覚は多分ローマが一番だと思うんだよね。これひいき目に見てるって言われるかもしれないけど、多分ね、スタジアムを去るときに涙をするのはね、多分スタディオオリンピックだけだと思う。なるほどね。僕が思うのはモーリーニョって、だからやっぱりああいう、こう自己演出とか自己 PR、 まあメッセージ性を持った言動をあれだけできるってことは、やっぱ究極のナルシストだと思うんですよ、まず基本的に前提として、うん。でその究極のナルシストであるがゆえのとんでもない天の弱さみたいなところがあって、求められれば求められるほど逆側に行きたくなるメンタリティってこの人多分昔からやっぱあって、インテルの去り方とかもそうだと思うんですけど、だからなんかそこがこう、なんかローマとの関係性が深まれば深まるほど、私は次の挑戦をとかって言いそうな気がして、それがまあ年齢もね、うん、いや細井ちゃんのは言ってること分かる。言ってるのはね、今回そのローマではね、監督だけの仕事じゃないって言ったのよ。なるほど。インテル戦敗れた後に、うん、だからちょっと疲れる、うん、監督に集中できない、いろんなことをやんなきゃいけないっていう。だそこがだから俺ね、あのローマジャパンツアーの時に少ない質問の中でポジティブにローマに足りないとかどこでさっき聞いたの。はい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 。なぜかというと、ビッグクラブをねこれまでずっとやってきた中で、多分いろんなことをやらなきゃいけないだろうなと思ってたから。ただ案の定監督からやっぱり、うんうん、ね、このローマっていうクラブでは監督だけじゃなくていろんなことに自分がこう注視しなきゃいけない、注意しなきゃいけないところが多すぎるっていう言ったのが、うんうん、あ、やっぱりそうだなと思ったんだよ。なるほどね。だからおそちゃんの言うのがよくわかんない、うん、監督にだけこう集中できるっていう、残念ながらまだこのスーパークラブではないわけ、うんうんうん、だからこそ必要なんだよね。そうですね、そうですね。いやいや、だからそれはもう本当クラブを上げてやった方がいいと思うけど、ただ行くとこ次、もう僕はその代表はもちろん可能性あるなとは思ってるたんですけど、キャリア的にね。ただポルトガル代表はそのワールドカップ終わってから、ベルギー代表だった、はい、ロベルト・マルティネスがなったばっかりなんで、タイミングとしてはハマらない感じなんで、まあ、これがどういう風になっていくかちょっと分かんないですけど、まあ、ローマで例えば今シーズンそのヨーロッパリーグも決勝まで行ってとかってことになってくると、やっぱりモーリーニョを呼びたいっていうクラブはヨーロッパ中で出てくると思うんで。出てくるさ、 100% そうさ。でももしね、パリとかに行く可能性があるとか噂されてんじゃない、うんね、
でパリ来るんだよね、はい、今度ね、なんか日本、うんうんうん、その時俺本当にマジで、もしパリの監督になったら、うん、俺絶対記者会見行って聞こうと思ってるの、監督僕のこと覚えてますかっつって、はい、多分覚えてると言うよ、たら、うん、なんで去ったと、本当俺ごめんなさいねってみんなに聞きながら、うん、なんで去ったんだって、俺は悲しいって、俺は悲しいって本当に言おうと思ってる、だからあと1年契約まで満了までやってほしいなと、最低でもね、熱いなという私の選挙演説でした続いてはフリークスインサイトのコーナーです。今回のテーマは2223シーズンの新発見です。さてセリアフリークスインサイト、リスナーの方からもたくさんいただきました。さてその新発見、またリスナーの方からたくさんお寄せいただいた中でご紹介したいと思います。ペンネーム雄大さん、ベラルディが好きで札幌のゲームをよく見ます。なかなか2ですね、うん、で今シーズンから札幌に加入した45番のロリエンテ、タトゥーが僕の新発見です。あの入ってますね、あそこね、家族というタトゥーが入っていて、日本人としてとても嬉しく思いました、まあ、ロリエンテフランス人なんで、フランスは結構ね、はい、日本のほらアニメ文化とかすごいじゃない。はい、すごいですよね。ね、しかも柔道もほらあの結構人気でしょ、スポーツ的には。うん、だから日本との関わりは結構あるからね。はい。まあ、結構日本語入れてる人いるんですよ。例えばボアテングもそうだし、アントニオ・カッサーノとかね。あとラジャナインゴランね。うん。うん、まあなんか文字としてのその、ね、まあ向こうの人たちが抱くその日本に対するイメージ。それがやっぱりこうなんか遠い、本当に遠い遠いところにある謎の夢の世界みたいな感じを持ってる人って結構いるじゃないですか、向こうで。そういうところの言葉であるっていうことに対して、うん、なんかかっこいいと思うんでしょうね、日本語がね。あと俺昔ね、アントニオ・カッサノにあの字じゃないんだけど、安心の安に確か天さんの天ヶ崎の天も入ったかな、うん、あの入れ墨ね、タトゥーね、うん、俺ね一回昔ねローマにいる頃入れたいんだけどって言ってちょっと考えてくれって言われたことあるの、はいはい、うん、これで渡したことあるんだけどあんな字じゃなかった気がするな確か。うーん、あナインゴランもだから、ね、日本の堀氏さんタトゥーの、はい、うん、結構実はクオリティ高いんだよね日本って。でそれで俺一回ナインゴランローマにいる頃になんかそういうね雑誌があんのよ、うん、で日本のすごい有名な堀氏さんいるんだって、うん、その人紹介してくれって言われたことあるの、お前知らねえかっつって、俺そうそうやってほしいんだってナインガンに言われたことあるの。なるほどね、タトゥーそのものがもう完全にこうカルチャーとして浸透してるっていうことと、そのサッカー選手がそれをやるって、まあ、見せるっていう意味も当然あると思うんで、あのそう考えるとよりクオリティをって考えるんでしょうね、芸術性とかさ、うん、それがやっぱり、うん、日本の堀さんは確かねすごいんだって、へえ、前熱く語ってたよ俺に昔ね、ナインゴランが、ナインゴラン紹介してくれて、はい、この人知らないかって言って、いや俺知らねえよってそもそも雑誌があるの知らないからさうん、うん、で分かって聞いて、で聞こうと思ったけどめんどくさいからやんなかったんだけど、うん、それぐらいなんかやっぱナインゴランはタトゥーにこだわってたね当時から。なるほどなるほど、ラジャナインゴラン、そう、うん、ということで日本人としてもとても嬉しく思いましたと。うん、だとにかくあの下手なこう当て字だけはやめてほしい。当て字に従うのよね。でイタリア語もさ、うん、意味があんのよ、うん、で昔女の子にフィアンマっていう女の子いたんだけど、フィアンマって、はい、イタリア日本語で言うと炎なのよ。ほうほう、だからさ俺炎って書いたのよ。でこれでフィアンマって読むんだけど、いや読まない、意味はこれだって、だ難しいんだよね、うん、あ当てわかる、そう、うん、フィアンマって炎なんだけど、でもフィアンマって読まないじゃん、はいはい、難しいよね。ああそうか、じゃあそれ入れてくれって、で入れたら読めねえんだっつってなんかそうっすね、炎上の炎になっちゃうから、あ炎上の炎じゃんだって、ね、なるほどなるほどなるほど、だからもうねイタリア人とかに入れ墨入れたいんだと、タトゥー入れたいんだと言った時に、うん、変なあの当て字しないようにうん責任問題になるからね、ということで雄大さん、はい、なかなかいいとこ目つけてらっしゃいます。それからもう一人いつもご登場いただくドドン小西さんです。はい、細ちゃんの知り合い、知り合いですね、あの実際にお会いしたこともあります。細 FC に入ってんの、そう、どんな人、
あの九州の方なんですけど。そうだ、九州で思い出したよ。はい、あのさ、あのラマジカレストラン、うん、リストランって。おお、はいはい、はい。言うはなし、日本へ出たよ。見た？俺送ったじゃん。見た。見ました見ました。俺ちょうどさ、先週の、うん、あのだから収録の後、うん、車の中で、うん、テレビつけたら流れてきたの。そう。うん。すぐ北川さんから LINE もらったんで、僕もその日の夜に TVer で見て見ましたけど、まあ本当に素敵な家族とお母さんとなんかいいね、すごいよね、お母さんがさ、うん、ローマから来てさ、ねえ、うん、びっくりした。やっぱ当たってたね、口説いたのは当たってた、ね、日本だったけど、確かに日本だったけど、確かに。なんか行きましたって、ほらあのお店行きましたっていう人 DM もらったりしましたけど、やっぱ本当に美味しいらしいですよ。うんうん、ちょっとだからセリアフリークス的に、あるいはフットボールフリークス的に、イン宮崎、はい、やらないとちょっとまずいね。うん、やりたい。うん、でもちょっと宮崎に行って、はい、いろいろと根掘り葉掘り、うん、イタリア人を口説くなんてっていうところで、そうですね、聞かないとね。うん、だこのドドン小西さんも、うん、当日来ていただいてね、その時にお会いできたらいいんじゃないですか。あ、そうか、九州だから。はいはい、そうやってどんどんすごい、ドドン小西さんから言う、はい、は何し日本へまでちょっと脱線しましたけど、ドドン小西さん、はい、はい、カルチャーのすべてを愛する皆さんこんにちは。前回を踏まえてちょっと、うん、我々じゃなく、うんうん、ちょっと皆さんいろいろひねってきました。はい、今シーズンの大発見は自分自身の新たな一面です。それはミラン以外のチームに好意を寄せる自分に気づいてしまったこと。あ、ミラニスタなのね、ドドン小西さん、うん、そうですそうです、はい。ダニエル・マルディーニのレンタル先スペツィア、老快なくせ者や復活を誓うベテラン、才能を持て余す中堅若手、そしてその全員が毎試合必死でプレーするプロヴィンチャのチームに心を揺さぶられてしまいました。先日よりにもよって我が愛するミランをねじ伏せたスペツィア、僕の胸は引き裂かれそうな思いになりました。ミランはチャンピオンズリーグ圏、スペツィアは残留という目標を達成できるようにお二人から一言金言を賜りたいと存じます。それではどうぞ。録音じゃないんだからそうですね、でもスペツィア好きになる気持ちは分かるな、なんとなく。アルベルト・ピッコ、うん、イタリアの軍港です、軍港。あ、はいはい、あのね、これイタリアの一つの豆知識で、うん、町はラ・スペツィアって言うんですよ。はいはい、でチームはねロ・スペツィアなんですよ。なんでか言うと話長くなんか言わないけど、基本的にS がつくと定冠詞ロがつくんだけど、町はねラスペッツィアってんですよ。へえ、そう、北川さんがそれ使い分けてるのは僕知ってたんですけど、そういう意味だった、そういうことだったんですね。そう、スペッツィアじゃないんですよ、スペッツィアですからね。うんうん、破壊力ある選手が前にいて、まあでも本当にやっぱりセンプリッチの監督になってからなおのことこう残留に向けてみたいな雰囲気が高まっているのと、まあ今節ミラン戦はね本当に勝利としてはすごく見事だったんで、どうなるかまだ分かんないですけど、本当に楽しみですよね、今週末の試合含めて。レッチェも俺嫌いじゃないんだよね。うん、僕もねレッチェ好きなんでね、全然そのスペーツや残留ミランチャンピオンズリーグ圏の、に向けた金言ということには全然ならないんですけど、僕はレッチェが好きですね全然こうドドンさんの要望に答えないですね。うん、真反対な答え言ってるんだよまあ、きっとね、あのドドン小西さんもね、マルディーニが戻ってしまえばもう本当薄情な人だと思うんで、スペツィアのことなんて忘れちゃうんですよきっと だそうです、ドドンさんだそうです、細井ちゃん的には、うん、きっとそうです。ということでこのお二人、まず雄大さん、ロリエンテのタトゥーで、はい、うん、本人たちとても嬉しく思いました。雄大さんどうしましょう。これはですね、ステッカーをもう体に貼っていただいてタトゥーっぽく見せていただけたらいいかなと思いました。間違ってもセリアフリークスのタトゥーを入れないようにそうですね、いつ最終回を迎えてもおかしくない番組なんでそういうことやろうね、貼るだけにしてくださいね。ということで細井ちゃんでステッカー雄大さん、はい、はい、で細井ちゃんの友人ドドン小西さん、はい、まあ、なしでいいな、もうなし、そう、うん、うん、友人だからなしでもいいかな。細井ちゃんが何かあげりゃいいじゃんそうですね、だってドドンさんはもう3回目ぐらいじゃないですか、これ何かあげるとしたら。そう、もっとでしょ、ドドンさん俺が名前知ってるぐらいだから。じゃあ
今度会った時に僕からなんか渡しておきます。そうね、だからドドンさんはもうパーカー T シャツトートバッグとかもあるだろうから、細江ちゃんの私物会った時にね、今度細江ちゃんいいじゃん、この前着てたナポリのほらなんかシャツ、ね、なんかウサチとかほら何でもあんじゃん、あミラニスタだった、ナポリスタだっつってまあまあまあ、まあ、そうしましょう。もういっぱい送っていただいてるから大事にしなきゃいけないにもかかわらず、はい、まさに塩対応、そう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 、塩対応本当は一番大事にしなきゃいけない お客さんですよ、そう一番大事にしなきゃいけないリスナーなんだけど、なぜか塩対応、これがいい、はいはい、終わりました。でなおかつしし、ね、ロケでラマジカに来なさいと慈悲でどこいい塩対応ということで、ドドンさんにはじゃあなしっていうことでよろしいでしょうか、はい、スタッフの皆さん、うん、もしかしたらねステッカーぐらい届くかもしれませんけどなしです。ファミリーファミリーだからやっぱりね、ダゾンチームはいやそれはちょっと、うん、北川さんまずいですって顔してます今。いやいや、だから何かが届くでいいんじゃないですか、何かが届くで、そう、あのそうそうしよう、何かが届く、うんうん、お楽しみということで、うん、ドドンさん、はい、ありがとうございました塩対応ださて次回ボイスバンインサイトのテーマ、これだからセリアはやめられない、なんかまたドドコリスさんが来そうですね、また好きそうだもんなこういうテーマ、うん、こういうテーマ好きそう、まあみんなそれぞれ理由は、今見てる人は特にみんなそれぞれはなんとなく理由があると思うんで、その辺を熱く書いていただいたらいいんじゃないですかね。我々もそういう魅力をお伝えし、お若い方にこうバトンタッチできるよね。そうそう、本当そうですよね。80ぐらいまで長いですね、だいぶ。じゃあバトンタッチ進出する気ないですね全然バトンタッチはしますよ、缶桶に入ったら。なんか番組途中で北川さん亡くなりましたっていうのが一番いいよね、うん、いやー熱いっすねそれは、本当にそれが一番いいよね。うん、いやピッチで死ぬと一緒ですからねそれだって。そう、それが一番いいよね。うん、7燃える瞬間までやりたいね、うん、俺ダビに伏すまで、うん、いや燃える瞬間って出してくれとか、いやいや死んでないよ死んでない、死んでない、死んでない事件です閉じ込められてるそれということで、改めて、はい、これだからセリアはやめられないをぜひ募集したいと思います。他の2つのフリークスも共通の募集テーマになりますので、はい、それぞれこれだからプレミアリーグ、これだからラリーガ、これだからセリア、やめられないというメールを募集しております。懸命にペンネームとリーグ名を添えて、具体的なエピソードとともにフットボールフリークス@dazone.com、 フットボールフリークス@dazone.com までどしどしお寄せになっていただきたいと思います。リスナーのあなたからのメールお待ちしております。ミラノ勢好調でした、はい、まずミンテルから、ミンテル面白い、達しちゃった。どっちですか。お腹痛い。ミンテルですよ。さてエンディングのお時間になりました。結構今日はモリーノ監督は熱く私語ってしまいましたが、実はもうセリエ B 各チームがフロジノーネ、それからジェノアと自動昇格で決定しました。おめでとうございます。おめでとうございます。なんとそのフロジノーネの監督が、あの2006年ワールドカップ優勝の最後の PK キッカーグロッソで、ジェノアはなんと同じくワールドカップメンバーでもあったアルベルト・ジラルディーノと。それじゃあ、うん、先ほどのねテーマになりました、これだからセリアをやめられない、これにつながりますよ、はい、選手だった人たちが来シーズン監督で見られるかも。そうそうそう、この20年やめられずに見てきた人たちにとっては本当に思い出深い2人が監督としてセリエ A に帰ってくるっていうのが最高ですし、まあ、最近ねここ何年かはそういう流れになってきてるんで、あそれこそ長く見てきたなっていうのは感じるんですけど、グロッソなんてね本当にワールドカップを取るためにはもうシンデレラボーイとして欠かせない選手でしたから、楽しみですね、どういうサッカーするのか。フロジノーネで選手がね、うん、これ今回昇格決めた時の結構インタビュー見たら、はい、2006年のねあのワールドカップのことをよく持ち出すらしいの。へえ、そうなんだ。グロッソがそう、そう言ってましたよ。過去の栄光について語っちゃうわけですねグロッソは。そうですから、また来年のセリア、ね、お届けするときにまた随所にフロジノーネ担当したらお伝えしますよ、うん、いいですね、ポロポロポロっと、うんうん、
ぜひ来年も見ていただきたい。はい。でジラルディーノも嬉しいじゃないですか。嬉しい、ね、ゴールパフォーマンスあのバイオリンだったっていう、うんうん、あのイタリア人のストライカーとしては本当にここ、ま、21世紀に入ってからのトッププレイヤーだったんじゃないかな。イタリア人のストライカー、パルマにいる時まではね。そうね、まあ、ミランに行ってからはちょっと苦しみましたけど本当に素晴らしい選手だったんで、まあ、僕監督になるっていうのはあんまり想像してなかったんですけど当時、まあ、そういう意味でこの難しいセリエ B を勝ち抜いてきたっていうのはやっぱすごいなと思うんで、まあ、これもまた楽しみですね。フロジノーネは5年ぶりでジェノは1年でセリア復帰、うん、でサンプドリアが下がってしまいましたんで、うん、また東大ダービーをカンピオナートで見ることができないと。これ残念ね。残念、しょうがない。でもでね、うん、ちょっと話それますけどサンプドリアね、はい、これ下手すると破産の危機が迫ってる。なるほど、うん、で5月の26、29に株主総会があって資本増強しないと資金ショートするの。そうで年俸の支払いがねこれまでね滞ってんの。なるほど。で何回目、3回目だったか2回目なの次やると。で5月の30日までにあと 13.7 ミリオン必要な選手の年俸払うの、うんうん、でこれがだからショートしてる 今現在、うん、現状、うんうん、だから26、29に株主総会で資本増強をしないとやばいっていうことで、どうやらフランスのリーグどこだったかな、クラブを持ってるオーナーが手を差し伸べそうな感じがあるらしいね。だ結構今本当に瀬戸際サンプドリア。そうなんだ。うん、まあ、なかなかねずっとクラブの売却の話はもうずっと前から出てる中で全然それがうまく進まなくてかなりそういうその面で苦しんでたんで、ちょっとそれがもろにそのピッチに影響出てしまったのがすごく残念なんですけど、 ここまでねイタリアのクラブは、まあ、こうたまにそうやってこうクラブの存続の危機に瀕してしまうクラブがあるんで、なんとかそれを回避してほしいなという気はやっぱしますけどね。ということでちょっとそれもねサンプドリアちょっと気をつけて情報をまた見ていかないといけないかもしれません。はい、ということでホトちゃん今日はいかがだったでしょうか。はい、やっぱモーリーニョじゃないですか。なんといっても本当にこれは挙手含む、まあ、ローマ その今シーズンの終わらせ方、そのもちろんチャンピオンズリーグ出場権争い、それからヨーロッパリーグのタイトル、それに加えてモーリーノがどうなるかってことも含めてあの目が離せないんで、正直でもさっき北川さんが自分で言ってたみたいな来シーズンの開幕の時のめちゃくちゃ元気ない北川さんっていうのもまあ見てみたい気がしますけど。そうだろう。それはニーズはあるんじゃないかな。こんなの1回で終わっちゃうじゃないかよ。ダメよ、引っ張らないと。そっか。ということで話が脱線しました。はい、次回もセリアフリークスボイス版5月25日25日木曜日配信。さあチャンピオンズリーグ決勝はどちらが行くでしょうか、あるいはユベントスローマが決勝でかわせるか、そのあたりの情報も厚めにお届けしたいと思いますので、細井ちゃんぜひ来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来週もまたお会いしたいと思います。左遷北川でした。左遷左遷